何が起きた？ここはどこだ？
お前が欲しいんだ。俺は欲しいんだ。それだ。思い人は一人にする。お前は自分の戦をするんだろ。時は乱世、ミッドランド王国とチューダー帝国は100年にも及ぶ長き戦いを繰り広げていた。戦を生業とする傭兵団は隆盛を極め、戦争は彼らのものとなっていた。ここにも戦に身を投じる傭兵が一人。一生首を上げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。若いやつは見え張りたがるから。バカ、ぶっ殺されっぞ。
も負けてらんないな。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。無様な戦はできぬぞ。Yeah!
ひるんだぞ。残らず殲滅せよ。これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。まだ負けたわけではない。くれたようだな。全軍、城内へ突入する。お先に。バズーソって、あの30人斬りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前出ろ。ジーン、あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。この腰抜けどもが金玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたらと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎だ。小僧、後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。
奴がいるもんだな。ねえ、ウィリス。あんたとどっちが強いかね。くだらないことを聞くな。グイフィスの方が強いに決まってるだろ。